よう、リズ、何しているんだ？あ、キリト、今シリカの店に顔を出そうかと思って。へえ、なら俺も付き合うよ。肉まん食べたいし。あんた、一日に一個は必ず食べてるんじゃない？もうすっかり常連だよ。シリカにとってはありがたい存在ね。それはそうと、顔を出す前にケーキ屋に寄っていい？差し…もちろん構わないよ。買っていこうぜ。やっほー、シリカって、あれ？いないわね。今日はもう店を閉めたみたいだな。あらら、残念。ま、繁盛しているならそれに越したことはないわ。じゃあシリカをメッセージで呼び出して、どこかで差し入れのケーキでも食べましょうよ。そうだな、座れる場所に行こう。うん、うまいな、これ。私も初めて食べるけど、なかなかの味だわ。今度はシリカとも一緒に食べたいわね。シリカ、今素材集め中なんだって？みたいね。効率のいい素材集めのルートを見つけたってメッセージに書いてあったわ。まあ無理に呼びつけてもかわいそうだし、差し入れはまた改めて買ってきてあげましょう。そうだな。しかしあの子も大したものね。こうしてちゃんとお店を回しているんだもの。お店経営の先輩として助けてあげるみたいに思ってたんだけどさ。それどころか、あの子とあんたにいろいろ助けてもらっちゃったわね。俺は別に大したことはしてないよ。何言ってんのよ。私はビギナーだっていうすごく大きなことに気づかされたんだから。ということで改めてありがとうね。うん、わかった。シリカもリズのために頑張っていたよな。そうなのよね。看板の素材集めの時、あの子パンツ丸出しで頑張ってくれたじゃない。うん、いや見てないけど。今のは確実に見た反応だったじゃない。まあその話は今度にしておいて、実はあの時ね、ちょっと泣きそうになっちゃったりしたりして。あんなにリズのことを思っていたんだもんな。なんでこの子はこんなにいい子なんだろうってね。だからね、シリカに思ってもらった分だけ、私もシリカに頼ってもらいたい。私にできることは限られてるかもしれないけどさ。リズは本当にシリカのことが好きなんだな。そりゃ自慢の妹だもの。これからも姉妹で支え合ってお店を切り盛りしていくわよ。ということで、今後とも二人のお店をよろしく。もちろん、これからも使わせてもらうよ。